私の心の愛する人たち、私は呼吸するとき、あなたを感じます。あなたの言葉を自分の言葉として聞きます。あなたが傷ついているのなら、あなたが近づいてくるとわかります。エネルギー形成であなたの痛みがわかります。あなたが私とコミュニケーションを取るとき、あなたのチャクラが色彩豊かに動くのを見ます。テレパシーであなたの声が聞こえ、旅の中であなたを見ます。私はあなたを感じます。私たちは精神において一つです。この無限の光の旅であなたと共にいます。すべてを感じるとき、何が助けになるでしょうか。真実と嘘でひっくり返っているように見える世界で、あなたはどう対処できるでしょうか。毎瞬間、あなたに役立つ知恵をどうやって見つけるのでしょうか。今、私はあなたに伝えます。そうすれば、あなたの人生はどんな状況でも耐えられるだけでなく、喜びに満ちます。私たちは、内なる生命の荘厳さを発見しながら、精神へのすべての障害を超越します。私はあなたと同じように魂です。私たちは多くのコードと周波数で生命の歌を歌っています。他の人が彼らの歌を歌えるようにしてください。あなたの歌は何度も変わるということを真実に知ってください。歌うのをやめないでください。私たちのメロディーは無限に生き続け、愛の美しい歌は決して終わることはありません。あなたが私の言葉を受け取るこれらの瞬間に、あなたの心はあなたがコントロールしたいと思っている感情を経験しています。あなたは悲しみに圧倒されているかもしれません。あなたは強力な感情の波の中で喜びを感じているかもしれません。そして、あなたは自分の存在の中で他の人の感情を経験するとき、共感者かもしれません。私たちの中には、すべてを感じる人もいます。そして、さらに感じます。水を吸収するスポンジのように、私たちは他の人の経験の感情でびしょ濡れになります。思いやりを持つことは祝福です。同情を持つことは、私たちを動かすことができます。共感者になるには勇気が必要です。そして、あなたが夢の中で動くとき、生き残るために、境界線を持たなければなりません。人は誰でも痛みや不和の感情を感じます。喜びと幸せは瞬間的にやってきては去っていきます。しかし、平和は、魂によって与えられる存在の状態です。平和への完全な道があることを理解するよう努めてください。私はあなたに存在の内なる世界を培うようにとよく言っています。ここが人格をあなたの魂と一致させる場所です。平和を求め、それを自分への贈り物として追求してください。感情が行ったり来たりするのは構いません。平衡を保つために最善を尽くしてください。他人の感情を管理することはできません。自分の存在の状態を管理することしかできません。高い振動の思考を選択し、自分の感情の変化が喜びに花開くのを見てください。動物や子供に関する想像を絶するほどのニュースに敏感な場合は、心を守らなければなりません。ビデオを停止し、音をミュートし、部屋を離れるか、目をそらして大声で歌ってください。あなたにはバリアがあり、あなたの精神を大事にする必要があります。そうすれば、安らかな眠りと穏やかな態度であなたに使えるでしょう。脳は、思考、視覚、または信念に反応して体験します。つまり、あなたが見たり、聞いたり、考えたりすることは、それが現実であるかのように、あなたに影響を与えるということです。同じことは、ポジティブな思考、感情、視覚にも当てはまります。視線のビデオを見て、I am という肯定を信念と共に繰り返すと、
体に癒しの効果が得られます。アイアムヒールドはあなたを美しい場所に連れて行きます。あなたはあなたの目覚めの夢の創造者です。あなたは愛です。私は私たちが一つであることを知っていますし信じています。私たちは光の旅の魂です。私はあなた方一人一人を愛しています。あなたはこれを感じましたか？それが真実であることを知っていますか？あなたが他の人に与えることができる最大の贈り物は自分自身を愛することです。あなたがこれを行うとより良い世界が他の人のために創造されます。それはそれぞれの存在の心から始まります。あなたが何を所有しているか、どこにいたか、何をしたかは関係ありません。あなたはそのままで美しいのです。この瞬間から始め、最高の自分になるという意図を持って前進してください。この目覚めの夢は私たちがグランドシフトに向かって進むにつれて短くなります。多くのことを学び、成長の変化を許したことに感謝して、それを大切にしてください。境界線を設定して、強い立場から対処してください。あなたの光があなたを家に導くことを忘れないでください。感情を癒しのエネルギーの毛布の中に閉じ込めてください。ここでそれは知恵を持ってあなたに使えるでしょう。私はあなたをしっかりと抱きしめ、あなたの美しい心に愛を送ります。エイイケマイエア。私はあなたをとても愛しています。